とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに冬の指先が完成しました。これは完璧にね、完成しましたね。これ、黄金が、連鎖反応3。で、エンチャントで、クールダウンショット、マルチショット、バーストボーストリング。だね。で、マルチショットのところに、リフレッシュも一緒に入ってます。もしも、マルチショットが合わないときは、リフレッシュでもいいと思います。まあ、そっちの方が安定感はあるかもね。ポーションバリアが使えるので。でも、マルチショットの方は、もうゴリゴリの火力。超火力ですね。まあ、これだと敵も寄ってこないし、回復もそんなにいらないかなっていうところで、使ってみようと思います。防具はこれ、クールダウン4の輝くローブですね。ポーションバリア付きです。素晴らしすぎる。で、武器に、流れ込む魂が入ってます。まあ、回復はこれで十分じゃないっすか?はい。では、行ってみましょう。それでは、行きましょう。シーズンチャレンジのサボテン渓谷ですね。いきなりナイトモードがついてます。で、モブは、あれか、弱体化か。嫌なやつだな。弱体化付きですね。おーおーおー、わけがわからないぐらい、打ち方がわけがわからないな、これ。うん、まあまあ、この花火のね、よろしくないところで言うと、見えない。うん。何をしてるかが全く見えないので、ちょっとね、戦いにくいんだよね。で、出たアイテムも見えにくい。何が出たのかすら、ちょっとわからないので、やりにくさはあるよね。でもまあこれは慣れでしょう。うん、慣れていけば何とでもなると思います。しかし強い。敵を全く寄せつけない。それぐらいの強さがある。で、やっぱりね、矢が足りなくなるんですよね。おい!なんだこれ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 全く見えない。この矢のね、不足するのをどう解消していくか。それが問題なんだよな。まあ、クールダウン4で打つんで、そこまでね、矢は消費しません。うん、消費しないんだけども、やっぱり若干なりとも減っていくんで、そうだね。まあ、やっぱり増殖するしか方法はないのか。あ、こっちはあれだよね。洞窟があるだけで、別に、キャプテンもいないよね。確かね。あ、いないわ。戻ります。いや、しかし、キャプテンいないね。あー、いた。いや、違う。これ、エボーカーだな。エボーカーがいるだけか。キャプテンは別にいませんね。ここはね、意外とキャプテンが少ないんですよ。でも、まあ、2、3体は、だいたいいるとは思うんですけど、どうだろうね。全くいない。今回はちょっと、外れかな。キャプテンがね、全く見当たりませんね。いないわ、これ。できればね、取っていきたいところなんですけども、ちょっと無理か。あ、でも使った感じで分かった。これね、リフレッシュは、今のところいらないかな。もうちょっと高難易度。いや、もうちょっと高難易度ってあんまないか。あ、まあまあ、変更点で、すんごいのがついたとき。そんときは欲しいよね。敵の攻撃力が 120% アップとか、こっちの HP が 60% 減少とか、そういうのがついたときには欲しいけども、まあ、それ以外だったら、別にいらないよね。もう火力で、うわ、すっごい撃つね。すごい撃つな。本当に。矢の数が半端じゃないね。思った以上に、かなり打ち込んでるみたいですね。そらそうか。もともと3本出る弓で、それにバーストボーストリング、あ、違う違う。マルチショットで、そうだよね。プラス5本になる。バーストボーストリングで、それを3本を3方向だから、そうね、羽ぴょんするにあたってはもうほんとこれ最強の弓だよね。
間違いなく最強。お、ここはいる。うわー、でも見えない。何をしてるかが全く分かんない。まあまあ仕方ないんだろうね、これは。どこどこ。キャプテン倒したでしょ、今。いた。あぶねえ。まだいる。あ、いるいるいる。どこ。いた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 。よし。ああ、1対1になると若干弱い。1対1は弱いよ。1対1は弱い。これ仕方ないか。よし。神秘なんだ。略奪者に変わるか。全然普通っぽいのがつきましたね。あ、でもクリアか。終わりだ。強制戦闘でおしまいです。全く問題なかったね。しゃあ。やっぱね、これをやるとね、花火の256がもう一本欲しい。花火欲しいなぁ。でもね、256はね、ほんとなかなか出ないんですよ。1本は持ってるけどね、もう1本、なんとか欲しい。攻撃力が全然違うんですよ。200、あ、55か、俺持ってんのは。多分ね、256になると、180万超えますもんね、攻撃力。180万。で、251が、まあ、150万なんですよ。30万のダメージって、結構違うからね。なので、ちょっと欲しいですね。では、楽勝でした。クリアでーす。はい、ということで、戻ってきました。今日は、完成しました。冬の指先、使ってみましたけども、むちゃくちゃ強い。もう、半端じゃないね。で、花火ビルドのいいところは、パワーが、251でも十分だっていうところだね。ダメージはこっちの花火のダメージを取るので、弓自体はそんなに強くなくても、OK。それがいいところだよ。タワーで厳選しなくていいので、すごくやりやすいですよね。もうちょっとなんかね、いろんなやつ作りたいね。あと何がいいだろうな。まあ、ほんとショート棒系で作ってみたい気がします。ショート棒だったらおそらく、機械仕掛けでいけるんじゃないかなとは思うんですよね。構成は一緒で、バーストボーストリングと、クールダウンショット、あと、連鎖反応と、マルチショットか。いけそうじゃない？この、弓の速さだったら。いや、厳しいのか。あ、なるほど。花火を、装備したときが、加速が乗らないんだ。あ、そんなに撃たないね。となると、そうね。わかんない。まあ、でも、花火を装備してないときは、2、3発撃ってるんで、それでだいぶ回復すんのかな。いや、わかんないです。はい。まあ、いいや。とりあえず、ショート棒系でもちょっと、検討してみます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。